何してんの。天井にスライムがあるの。うん、もう壊さんといてよ。もう頭ギリギリやな、立ったら当たるね。これかな、なんだこれ、なんだこれ、お冷たい。じゃがじゃん、アマンディホイップ、ついに買ってしまいました。これ冷凍しとけんのかな、もう使うけど。フローズンホイップです。なんと容量1リットル、こんな感じです。これをね、かみさんと2人でわしわし食ってやろうかと思っております。はいね、これいくらでしたっけ、298円ぐらい。また値段は出しておきます。回答はできるだけ早くということで、何日とは書いてませんね。書いてませんね、うん、どうしたらいい。もう今日使うの。いや、わからないけど、冷凍庫でいいんじゃない。じゃあ今日使わないんだったら。そしてこれ、お、よっ、じゃがじゃーん、どーん、初めて買ってしまいました、リッチチーズケーキ。これがね、豆腐みたいにでかくて重い。初めて買ってました。それもそのはず、これね、これ何グラムって書いてあるんだけど、重たいな。こんな感じなんですがね、500グラム、500グラム入ってまして、非常にね、味がいいということでね、業務スーパーのスイーツの、ね、人気ランキング投票で、ね、1位になったことがある製品でございます。これはね、今日は食べたいと思います。製品をカットしますとやったら凍ってないじゃん。いいんじゃない、凍ってないし。残ってると思うね。まあまあ、結構出しが取
しようとしたら、そのためにちょっとどうしようもないな。何がしたい、立ててないか、立ててないか、中央に行かんかった。して切った方が多分綺麗に出る。まあね、でも面倒くさい。はい、じゃあね、こっち食べる、どっちでもいいけど、どっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいい、少なく少なくでもいい、返して変わりゃしねえ。めっちゃ確かに寿司がね、いや別に、まずちょっとね、味見してみましょう。フォークにごっそりついてるからね。悪くない。おいしいわ。おお。うん、レアチーズケーキだ。本当に